工学園高等学校は石川県七尾市天神河原町にある私立高等学校。2016年度より全校生徒を対象にクラーシーを導入し、学習状況の記録やウェブテストに取り組んでいる。普通科入試の点数によって分けられるが、その後希望や学習実績によってクラスを変更することも可能である。調理科所定の過程を終了すれば、 石川県内の高等学校で唯一、卒業と同時に調理師免許を取得することができる。清く、正しく、優しくを生活の心情とし、何事にも積極かつ全力で望む人間を育てる。すべてのものに感謝し、他に奉仕する人間を育てる。一般教養の基礎を培い、知性豊かな実践力ある人間を育てる。施設は、サッカー場、野球場、テニスコート、 グラウンド、5つの体育館と充実している。現在、運動部は、野球部、サッカー部、陸上競技部ら男女バドミントン部、男女バスケットボール部、女子バレー部、体操部、なぎなた部、女子ソフトテニス部、卓球部がある。現在、文化部は吹奏楽部、ハンドメイド部、クラフト手芸部、新聞部、インターアクト部がある。 渡辺真由が2012年11月21日に発売したサードシングル光る者たちの特典 DVD には全国47都道府県の制服を着たミュージックビデオが収録されており石川県代表には本校の制服が選ばれた渡辺は今回選ばれた47校の制服の中では一番のお気に入りだと言い,いブルーのセーラー服が漫画に出てきそうな感じで 可愛かったし、着やすかった、シックで可愛いと評価している。県内外から部活動や調理、学業に専念するため、校舎のすぐそばに男子寮と女子寮がある。スクールバスを4ルート運行している。月光便は夏19時30分、冬19時に学校を出発するので、遅くまで学習や部活に打ち込むことができる。ありがとうございます。